はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのは久々ですね、キャピタリズムラボというね、私が知る限り最もねリアルな経済シミュレーションゲームですね。最近もね新たなダウンロードコンテンツが盛り込まれたということで、久々にやっていきたいなと思います。それでは行きましょう。ニューゲームです。はい、ということでね、早速始まりましたね。こちらね、このグラフィック見るとね若干とっつきにくそうなんですけど、慣れるとねかなり面白い、まあ名作ですよね。ただね、スチームとかではね買えないんで、購入をね検討される方がいらっしゃったら概要欄を見てください。さあ、時はですね1990年1月1日ということですね。私は結構ね大金を持ってます。ここでねどんなビジネスをやろうかということなんですけど、様々ね我々ビジネスをするにあたって競合とかね、他のね NPC なんかもいます。そういったねプレイヤーと競争しながらね資産を築いていこうというゲームですね。舞台は4つの町かなね。シャンブレインという町と、ファクトリービルと、グレンフォーク、最後にね、アポマットクスという場所ですね。はい。で、こういったね、地域にはそれぞれ特有の輸入製品があるんですね。こういったところをね、チェックしていった方がいいですよと。うん。牛乳ですか？ここで牛乳が買える。そして卵が買える。あとはこれ何なの？オレオケミカルズと書いてありますけど、いわゆるね、化学物質ですね。そしてトマトだ。うん。このゲームね、めちゃくちゃね、いろんなね、製品が存在しますんで、これ冷蔵庫ですね。1990年だから基本的にね、今ね、スマホはない時代ですね。このゲーム上でもね、スマホとかをね、発明していくっていうようなね、イベントもあります。さあ、これは何でしょうか？レゴ的なものかな？おもちゃですよね。ラジコンカーがこの時代あります。そしてね、ジーンズですね。それ以外にも下にあるのはすごいね。サンダルもあれば、これは何？コーンフレークだ。そしてこれはアールグレーの紅茶ですね。革のバッグとかもありますけども。さあ、一番最初にね、私がビジネスをね、開始する場所をね、決めていきたいですね。まあ、どこでもいいんだけど、ファクトリービルとかにしておきましょうか。ね。ファクトリービルの特徴としてはすごいよ、ここまた。ね。ステレオがあって、これはブリーチですね。漂白剤。そしてスポーツウェア。おー、これは、うつ病用のね、薬と書いてありますね。それ以外にもね、様々あるんですけど、調べても若干ね、キリがなさそうなので、まあね、じっくりね、調べてね、戦略を練るっていうこともいいと思うんですけどね。今回は農場からね、スタートしようかなと。地味にね、何か生産して売ろうかなと思いますね。土地の高さはね、当然ね、都心に行けば行くほど高くなるんで、まあちょっと地方、ここら辺で農場持ちましょうか。うん。で、今回ね、何をね、農場として持ちたいかというと、さっきもミルクって書いてあったけど、我々もね、なんかミルクでも作ろうかな。基本的にはね、競合がいない方がいいんですけども、まあ、牛でもね、飼ってみましょうか。そして、牛からね、何が取れるかなということで、一旦ね、なんか加工しようと。そして、加工したものを出荷するっていう感じで、販売ルートをね、確立していきましょうか。さあ、それでは時間を経過させます。そうするとね、今ね、土地とね、農場を買ったので、あと一部ね、施設を買ったので、資金がね、どんどん減ってますね。さあ、牛がここにいますと。そして加工しましょう。何にね、加工しましょうか。牛肉できるし、牛乳もできるし、革製品ですね。まあ、牛乳にしとこうかな。そして販売につなげるということにしておきましょう。他社が株式を購入しました。はい。そしたらば複雑ですよ。私の株式購入されてますね。これで牛、牛乳販売っていうのができましたね。あとはですね、我々としてはこの牛乳を今度チーズにね、加工していくっていうことで、工場をね、近くに作っていきましょうか。これもね、都心から離れてた方がいいと思うんで、この窓なりでいいと思うんだ。そしたらば、先ほどの牛乳をここでね、購入します。まあ、いわゆるね、私の会社から私の会社にね、購入するっていう指示ですけど、そして、これ製造ですね。製造します。製造したらば、ここでね、保管しましょう。倉庫を得て、そして販売としておきましょう。ちなみにね、私の会社ですけど、モロトフトラストにしておきました。そしてね、CEO 兼会長。これがね、私の姿ですね。面白いよね。さあ、ここからね、購入、どこから選択しますかということなんですけど、当然ね、モロトフトラスト社内からね、購入しましょう。はい。そして、
ったらばこれだよね、牛乳今作ってるからこれを指定しておきます。さあ世の中ですけども、中央銀行がね金利を引き下げたということです。うん、そしたら牛乳を次加工するんだよね。このラインはね、こうこっちに流れるよっていうラインですね。やりました。そしたらばね、そのままチーズが加工として作れるんで、保管ですね、倉庫に入れて販売としておきましょう。はい。そしてこの町で売るっていうね作戦を取りましょうか。そしたらばスーパーマーケットもね経営しなければいけません。さあ場所としてはどこがいいんだろう。最も中心街がいいな。下の方がいいかなね。ここら辺がより中心街。あ、確かにそうだね。場所選びには来客数のね指標というのが書いてありますね。ポイントで、これが結局高いと人がねたくさんそこら辺にはいるよということになると思うんですね。まあでもね、中心になればなるほど地価は高くなるんで、とりあえずここにしておこうかね。そしてここに広告を打ちますよっていうことでスロットを確保しておきます。マーケティングチームですね。あとは購入でしょ。そしてここでも在庫入れとこうかね。そしてここで販売にしておきましょう。これをつなげて、広告は最後のね販売につなげる。そして広告は今ね何を選びましょうかということですね。すでにねいくつかの広告の手段がね用意されております。テレビ局、そして新聞社、ラジオ局ですね。あとビデオ共有ウェブサイト、 YouTube みたいのもあるのかな。この時代ですでにあるのか疑問ですけども、一番ね、市場シェアとして高いテレビもしくはラジオはいいかな。まあ今回はあんまりコストをかけたくないんで、ラジオにしておきましょう。そしたらば購入を、今度チーズですね。我が社のチーズを買っていくと。ちなみにこれね、競合にも買われちゃう可能性があるから、これはいわゆるね、内部販売だけにしておきましょうか。顧客ね、外の人には買われたくないという状況ですね。さあ、そしたらば農場なんかもそうした方がいいのかな。牛乳ね、買われちゃうと嫌なんで。はい、こうしておきましょう。さあ、そうすると我々はこれで商売が多分ね、最初の段階としてはできると思うんですよ。何ができるかというと、このね、チーズですよね。チーズを市場で売っていく。ただね、市場のチーズのね、評価額なんですけど、31ですね。このね、評価額っていうのは3つのね、要素で決まっていて、ブランディングですね、ブランド。そして品質。そして最後、価格ですね。この3つのね、総合点で、一般的な市場で流れているのが31ポイントのねチーズらしいんですね。これはね、他の NPC が作っているんではなくて、この街でね一般的に流通しているっていうものみたいですね。我々はこの街でね、とりあえず市場を取るためにはこの評価よりもね高くしておかなければいけない。できることは急激にね品質を上げることはできないんだけど、価格をね下げることはできますね。なので原価はね 15.30 ドルなんですけど、 16.39 ドルぐらいで売る。まだ足りないか、もっと減らさなきゃいけない。もう全然利益ない形になっちゃうかもしんないけど、もうギリギリここら辺でね売っていきましょうか。多分ねこれでもね総合評価に達してないんで、市場はね全然取れない、在庫がね溜まってっちゃう、売れない状況に陥ると思います。そのためにはチーズをね研究して品質をね上げていくっていう努力も必要かもしれないですね。研究開発センター、これをやっていきましょうかね。そうしましょう。またさらに近くに置く。ここら辺ですね。そして、この9スロット全部をね、研究開発、製品開発に当てていきましょう。さあ、そしたらば、人を雇っていかないといけないのかな？うん。今回ね、ハイヤーすべきは食品ですよね。で、一応ね、全員雇うとしておきましょうか。さあ、研究テーマですけど、食品の中でもチーズかな？これかな？これを選んでおきましょう。一応ね、1年間にしておこうか。期待されるのは技術の進歩としては27と書いてあるよ。いいかな？ね。あとは研修ね、機能とか、これ予算に応じてね、上げるんだと思うんですけど、ちょっとやっておこうか。全体的に研修をね、強めにしておきましょう。半分ぐらいにしておく。さあ、これで1年後チーズは売れるんではないでしょうか。もしくは1年以内にね、売れるかもしれない。我々の株ね、誰かが買って売ってということを繰り返しているみたいだ。ここら辺の研修制度も上げていきましょう。さあ、そうするとね、一番最初よりも広告をやってる成果かな。ブランディングがね、成功してますね。
いわゆるね、我々のチーズがこの街でね、知られてきているっていうことになります。このね、ブランディングはね、他の街にはね、知られないんで、そこは注意が必要ですね。他社が株式を購入しました。さあ、どんどん株が買われている。私もね、余裕が出てきたらね、資金的に他社のね、株を買っていきたいなと思うんですけども。さあ、そうすると、徐々にですけど、我々のね、評価ポイント上がってきましたね。これに応じてね、我々のチーズも売れてきました。やった！どん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 シェア拡大してんじゃん。うん。今後はね、チーズだけじゃなくて、チーズをさらにね、使ったね、なんか食べ物も作っていこうかなと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？続きは見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.